ベントレーのクラブで、うん、タイガーには勝ちます。はい、いいっすね、いいっすね。今日相手がアユなんで、うん、全然勝てます。何じゃあちょっと今回タイだったらワンチャン分かんなかったけど、うん、アユっすよね、うん、余裕っす。スミ選手はタイガーウッズと同じドライバーを使っていくそうです。お願いします。お願いします。まっすぐ来てくれ。ああ左。大丈夫だ。しょ。木村選手、お願いします。木村選手はベントレーのドライバーを使っています。おそらく1本20万以上します。クラブセットは総合計130万くらいするクラブで今日は戦うそうです。ダブル X。 お願いします。しゃー、入るまである。お、逃げた。ありがとうございます。では松本さんたちもやっていきましょうか。はい、松本選手は、某矢沢永吉さんの大ファンでよくコンサートに行っています。よろしく。お、いいじゃん。小池選手です。小池選手は角海人選手にタイガーウッズと全く同じクラブセットを提供した本人で、全く別のタイガーウッズセットを自分用にもう1セット持っています。うわー、いい球。優勝だな、これ。さすがだ。では皆さんよろしくお願いします。楽しみましょう。どうもです。木村選手、まあ隅選手には離されるはしますが、それはそれですからね。160。グリーン横か。エッジにキックして、うん、なんか多分いいとこにあると思う。あ、左にキックした？え、今狙ったとこに行ったの？狙ったところにより右じゃないの？いや、あの木からちょっと泥、うん、あの前足上がりだったんで、うん、来るかなと思ったらまっすぐ出ちゃったんで、うん、そのまま木に、ね、行っちゃったんですけど、いい感じにキックして、カラーかな？カラーの。お、じゃあ、はじめとしてはね、はい、安心してますね。はい、思ったよりもドライバー飛んでますけど、はい、もう50ヤードないんじゃない？あ、50、60か。70ヤードぐらい、うん、ライも悪くないし、はい、おはようバージー、楽しますわ。まだちょっと心配コース打つの打ったことないから。おー、弱いかな。まあ、そう、抜けがいいです。うん、あゆちゃん、ベントレーいい感じじゃないですか？結構ね、気に入ってるっぽいよ。はい、スミ選手の3打目、おはようバーディーを宣言しています。結構真剣に見てますね。お、早くもパターに変えました。真剣にやる気ですね。お、おはようバーディー。おはようバーディー。明けましておめでとうございます。タイガーパターでおはようバーディー。来い、ベントレー、ベントレー。おはよう、あやちゃん。おはよう。おはようございます。ナイスパー、ナイスパー。あゆちゃんパーですよ。いや、ベントレーですよ。ベントレーですよ、あゆちゃん。でもすいません、僕タイガーなんで。はい、お願いします。パターどうすか？パターですか？うん、いや、いいんですけど、うん、ま、パターがすごい柔らかくて、うん、あ、そうなんだ。はい、もうなんかふわふわしてんの。はい、もうやばいですね、これ。
もうちょっと練習しないと。はい、今のパットもちょっと危なかったんで、でもさっき言ったけど柔らかければ柔らかいほど、はい、そのなんていうの、打ち込みはしないじゃないですか、はい、ショートはするけどいいんですけど、うん、なんか私の場合、うん、結構もうパン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 打つ感じで強く打つんですよ、うん、パター、うん、だからもっと打たないといけないですか自分のパターでもっと打ったら、うん、すごいいっちゃうんで、うん、2倍くらいいっちゃうくらい、はい、じゃあ慣れないとね、はい、うん、慣れて頑張ります、うん。はい、ランザンカントリークラブ、2番ホールに来ました。めちゃくちゃ綺麗、池の越えて乗せるんですけれども、思ったよりっていうかグリーンがちっちゃいのでバンカーもうまくはまりやすいですね。151ヤード、はい、9番で、距離は間違ってないですね。ああすげえ気持ちいい、うん、多い球、マジで入れちゃえ。はい、ナイスオン。めちゃめちゃいいじゃん、お前そのアイアン。お前言いました。あ、言っちゃった。はい、ペナルティ1だ。どうですかタイガーのアイアン。めちゃめちゃ気持ちいいです、あれ。すっごく気持ちいい。だけどなんか操作性めちゃめちゃ良すぎ。俺のクラブとかはできてる時はビャーンっていくんですけど、しっかり狙わないと、ヒュッて曲がるから、逆にヒュッて曲げやすいんですよ。ヒュッて曲がる、曲げやすいっていうんだ。なんか日本の芝とアメリカの芝がちょっと違うから、日本のアメリカの芝だとマッスルバックの方が向こうの人たちは打ちやすいらしいですよ。ペタッとしてて浮いてないんですよ。日本の芝ってちょっと浮いてるからキャビティも下に入りやすくて。あなるほどね。うん、もう打てる人から打っていくで、はい、あそこなんだやっぱり。あ、おい、はい、パター慣れた。パターは慣れました。めちゃめちゃ練習したんだよ。あ、このね、芝のすげー詰まってるんですよね。これなんていうの、これめっちゃ詰まってん芝が。はい、木村選手のバーディーパットです。ナイスベントレー。 GSS っていうのが先にできて、もともと SS だけだったらしいんですよ。ナイスパー。はい、3番ホールです。グリーンの周りはどうなってるかっていうと、まあまあアンジュレーションがそれなりにあって、フェアウェイがちょっとうねってますけど、まあまあ広いコースじゃないでしょうか。ワンショー。え、これ打ち込みじゃないの。よし、ほら本当でもマジでいいぞ。ちょっと慣れてきた。すげえまっすぐ飛んでったよ。帰ってくる TX じゃないとラフトしなっちゃって曲がるよって言われたんですよ。ご購入ママ。あ、よいしょ、まっすぐ行った。次ちょっと打ちづらいか。お二人はこれオフじゃないですか今、はい、今ってオフじゃないですかシーズン的には。そうです、ね、何をしてるんですか。僕はいっぱいお仕事といっぱいトレーニングします。お、私はスイング改造してますって言っても、もう私去年の夏終わったぐらい、
9月ぐらいからもうオフなので、もう半年ぐらいオフ。半年くらいスイング改造してるの？はい、ずっとやってますね、今。でも、とりあえず今年もテスト受けるので、うん、3月ぐらいにはもう仕上がってないと。はい、仕上がってないとなんで、去年とかのオフまではもうトレーニングもひたすらやってたんですけど、もうトレーニングどころか、スイング改造の方が、もうちょっと。前言ってたもんね、自分の体とスイング合ってないんじゃないかってね。こうすればいいんじゃないかってのは見えてきたんですか？大体は、こうするも多分結構いっぱいありすぎて、で今結構今でもこんな感じなんだっていうのは結構いっぱいあるんで、でもまあまあ良くなってるんで、自分の中では、はい。少しねピンの上に木があるけれども、お、左くらい。右の木気になりました？いや、そんな気になってはないです。でもあのバンカーにだけは入れたくなくて。ああ、そういうことか。はい、左か。よいしょー。入れろ。ああ。行け。ナイスバー。ナイスバー。アイちゃんピンお願いします。ナイスバーディー。ナイスバーディーです。ピン大丈夫です。大丈夫です。タイガーウッズはそんなにクラブセッティングって変えないんですか？パターくらいですか？そんなに変えないですね。1年に1回ぐらいウッドは変えるんですか？多分ドライバーとアイアンとかって流れはあって、あとそれこそ2番アイアンという5番ウッドどうするかとか、多分そういう感じだと思いますね。風強い時は2番アイアンとか入れて低い球、で距離が長いコースになったらちょっとウッドの方が距離欲しいから5番ウッドにさせたりとか、それぐらいじゃないですか。あ、弾道で変えるんだ。弾道で、ドライバーは毎年変えてるんですか？ドライバーは変えなんですかね、新しい、タイガーウッズなんて多分自分用にもういろいろ組んでもらってるんで、多分モデルが変わっても打感とかロフト角とか全く同じだとすれば、別に新しい方を使った方がいいじゃないですか、っていうことなんじゃないかなと思うんですけど、ほぼまあフィーリングは似たようなもの。そうそうそう、マイナーチェンジなんで、